はい、ここからは松坂さんとヒロドさんに入っていただきます。お願いします。お願いします。お願いします。まあ、松坂さん、今回は、ドジャースが負けて、ヤンキースが11得点と、はい、大量得点して1つ取り返しましたけれども、試合振り返っていかがですか？そうですね、まあ、あの結果大量点でヤンキースが勝利したんですけど、はい、やはりジャッジ選手 の打席にポイントがあったと僕は思います。ジャッジ選手、はい、そのシーン見ていきましょう。まずは第1打席の3球目ですね。まあ、いくら調子が悪いとはいえ、まあ、バッテリーはこうストライクゾーンで勝負するのは危険だと思うんですね。まあ、なのでどうしてもこう厳しいコースで攻めていこうというふうになっていきますよね。はい、で4球目、はい、まあ、これ先ほど同じようなコースなんですけど、これもまあボールですね。はい、これも厳しいですよね。いや、まあ、どのコースも厳しいコースでやっぱり攻めていきたくなるんですよね。はい、でフルカウントからの8球目です。こちらいいコースでしたね。はい、まあ、これもいいコースなんですけど、まあ、しっかり見極められて、まあ、フォアボールになってしまったんですね。で続いて第2打席ですね。これキャッチャー、まあ、ここもキャッチャーはこう厳しいコースで要求しますね。はい、まあ、これがデッドボールになってしまうんですよね。やっぱりもういくら当たりが出てなくてもこういう攻め方になるのかなとは思いますね。はい、まあ、こうしてジャッジ選手を出してランナーを貯めたところで満塁ホームランを浴びまして、大量失点につながってしまったというところで、はい、松坂さんどうでしょう、 こうジャッジ選手の変化ってあったんですかね。はい、そうですね、まあ、ここ数試合こう当たりは出ていないんですけど、はい、まあ、際どいコースをこう振らなくなってきましたよね。レギュラーシーズンでこう自分の、ね、一発でこう決めるという試合が多かったんですけど、うん、そうですね、まあ、ポストシーズン特にワールドシリーズではこうヤンキースの打線の流れをまあ、止めてしまっているので、うん、まあ、なんとかこうチームの勝ちにつながる打席を増やしていこうという意識に変わってきているように見えますね。必ずしもホームラン打たなくたっていいんだっていうところなんですかね。うん、そうですね、打てなくてもやっぱり出塁することで、まあ、今日なんかも得点生まれましたし、こういう戦い方がまあ必要になってくると思いますね、明日以降も。チームバッティングが構想して、まあ、今日はヤンキース大勝でしたけど、はい、松坂さん、今日の大谷選手の状態はどうご覧になりました？そうですね、まあ、試合見てましたけど、昨日からこうさほど変わりはないかなと思います。うん、ただ、まあ、テーピングをしてますし、痛みはあると思いますね。まあ、今日のこう打席なんか見ていても、いつもよりもこう左手のこうちょっと押し込みっていうんですかね、それがいつもよりもちょっと弱いのかなという感じはしますね。ただ、まあ、ジャッジ選手同様、ラインナップにいるだけで怖いので、まあ、その存在感を改めてさすがだなと思いましたね。まあ、調子どうこうよりもいるだけでって、まあ、やっぱ警戒するっていうところなんですね。そうですね、まあ、お二人とも当たりが出てなくても、はい、もう一番警戒されるのは変わりはないと思いますね。はい、でこれでドジャース3勝ヤンキース1勝ということで、そうした中迎える第5戦ですけれども、はい、松坂さんの展望どうですか？僕はヤンキース先発予定の、コール投手の、ピッチングですね。はい、そうなんですよ、明日の先発なんですけれども、第一戦と同じドジャースはフラティ投手ですが、こちらヤンキースはエースのコール投手なんですね。うん、はい、まあ、第一戦でも、ね、素晴らしいピッチングしたんですけど、うん、まあ、彼の出来というのが直接勝敗に関わってくると思います。うん、まあ、調子のいいフリーマン選手と、はい、なるべくこう1対1で勝負できるような状況を作ることが大事になってくるかなと思いますね。はい、ドジャース3連勝しましたけれども、はい、まあ、ただ今日ヤンキース大量得点、はい、流れは第5戦どういう展望だと思いますか？そうですね、まあ、逆にドジャースはやはりこう当たってますから、はい、フリーマン選手の前にどれだけこうランナーを出せるかということに、はい、明日は注目していきたいなと思います。ずっとホームラン打ってますもんね。そうですね、まあ、ブレーブス時代からね、こう続いている6試合連続ですか。6試合連続ホームラン、はい、まあ、明日も期待しちゃいますけどね。はい、そうですね、注目しますね。はい、はい、注目の、ワールドシリーズ第5戦は明日もヤンキースタジアムで行われます。そして松坂さんには番組後半でも日本シリーズの解説していただきます。よろしくお願いします。します。